出しが肝心ですよ。診断書用になってくると、ここで今診断しました。削るところで診断します。石膏は手が荒れるんでちょっとやりづらいんですけど、ゴム手袋してます。高台の面出しします。出っ張ってるところだけでいいんですけど、なかなかそうはいかないんで、とんがってるところで削り出します。はい、大型の面出しができました。面出しって平らにすることなんですけどね。道具は万年が何本でやります。ここを土で止めます。ですけど、少し勾配が急の方がいいですね。90度とは言いませんけど、ここを土で止めるところです。ちょっとこう大きい波が打ってますけど、大体の芯が取れると思うんで、ここで止めておきます。今度はひっくり返してここで芯を取ります。ここでひっくり返してここで芯取りです。ここが出っ張ってるところがあるといけませんね。刃削りの時、支点のこれがすごく便利がいいですね。真ん中、芯出しといて